は2020年1月10日です。なんだ、誰か来たぞ。はい、なんとですね、愛媛の支援者の方から、当事者の方からみかんが届きました。イエーイ。しかもですね、すごいですよ、すごいですよ、これ100個以上入ってます。これすごい、10キロです、10キロ。愛媛の美味しいみかんが大量に送られてきました。いや、非常にありがたいですね。もうみかん大好きなんでね、僕も子供たちも非常に助かりますね。これは美味しくいただきたいと思います。はい、それでは早速ね、愛媛の方から送られてきたみかんをいただきたいと思います。本当にこの問題全国でね起こっていて、全国に当事者さんがいてね、全国の方から僕のね活動を応援してくださってね、いろんなものを送ってきてくださっています。以前にはあの富山の方のね当事者の方からはリンゴジュース、美味しいリンゴジュースをいただきました。本当にね、それ以外にもね、いろんな当事者の方から、支援者の方から頑張ってくださいということで、いろんな差し入れもらってます。非常にありがたいです。ありがとうございます。これでね、やる気が出るというかね、頑張らなきゃっていう気持ちになります。めっちゃくちゃ甘い、めちゃくちゃ甘い。もうみかん美味しい、美味しかった。まあ、僕もね、当事者の方からね、支援者の方からこうやっていろんなものをいただいて元気をもらって頑張っていくので、皆さんも、ね、僕の動画や活動をね見てね、絶対ね諦めずに、助けるまで頑張ってほしいなと思います。ね、愛媛の方もね、やっぱり愛媛でもそういったね、子供の人権が侵害されるようなことが起こっています、ね、で愛媛の方も本当に必死にね、子供を助けるために守るために頑張ってます。絶対頑張りましょう、もう絶対絶対諦めないで、絶対勝てるのでね、一緒に戦っていきましょう。ということで、親子断絶をぶっ壊す。Subside, subside.